副検査官人。駒沢大学名誉教授の付井、えー、でございます、えー。本日は法案の審査にあたり意見を述べる機会を与えられたことを大変光栄に存じます。で、早速お手元にある資料に沿って説明させていただきたいと思うんですけども、えー、一枚紙でどんな項目について触れるか。で、えー、参考資料の方で、えー、市場の現状、いくつかあのデータを まとめておりますのでこちらにもと合わせてご覧いただければと思いますでまずデジタルプラットフォームの現状認識なんですけどもこの法案の規律対象としているのは両面市場におけるデジタルプラットフォームであると理解をしておりますデジタルプラットフォームには出品事業者と一般利用者という 2つのタイプの顧客が存在をしてプラットフォームはこの両者の間の間接的なネットワーク化を利用してビジネス展開をしているのではないかと思います。でこの資料については昨年シカゴ大学ここはどちらかというと市場原理主義の立場に立って規制緩和政策を推奨してきた経済学者が多いのですけどもその 由賃の一人であるスティグラーという先生が設立した研究センターもこの市場は先行してビジネス展開をし,てした事業者による寡占化独占化の傾向が強いということから一定の規制が必要であると提言しております。 事実プラットフォーム市場におきましては GAFA の影響 GAFA アメリカの IT4 社ですけどもグローバルに大変大きいものがございますで参考資料の表紙の次に表1っていうのがございますけども、えー、事業規模これはもうあの日本の楽天とかヤフーに比べて比較にならないほど大きいしかも 収益,性収益性を見る資料はいろいろありますけども売上高営業利益率で見てみますとアルファベット21.1%アップル24.6フェイスブック33.9というふうにアマゾンは小売業ですのでこれほど高くはないんですけども非常に高い収益性というものを誇っております。 アマゾンはついでに触れさせていただきますとアマゾンウェブサービスという、えー、クラウドのサービスで、えー、営業利益の6割を稼いでいるこういう構造になっているわけでございます。したがいまして、えー、次のページに「ひ、え、ょ、ー、の,の2」というので営業キャッシュフローを上げておりますけども、えー、いずれも、えー、の非常にほ潤沢なキャッシュフローを持っています。 えー、楽天と比較しますと楽天は、まあ、あのスーパーこれらの比べると数パーセントに過ぎないわけです。これだけ豊富なキャッシュフローを何に使っているかというのが、えー、一つが次のページにございます GAFA、えー、の研究開発費です、えー、アルファベットが2兆8000億、えー、アップル1兆7000億。 フェイスブックは1兆4000億というふうに日本で最大の R&D 費用を使っているトヨタですら1兆1000億ですのでこれをはるかに上回る研究開発を使用していると。ということでもうこれらの企業は今あるサービスに加えていろんな分野の企業を買収するあるいは新規分野の 技術開発を進めるこういうことでさらに有利な地位に立ってきてるわけでございまして。というふうに考えていきますとなかなか我が国の大手のプラットフォーム事業者といってもこれに対抗するのは大変難しいんではないか。ということで表の4次のページにありますけども。 スマートフォンでは日本のメーカーはもう影も形もないと言っていいかと思うんですね。で表の5が「クラウドの世界シェア」ですけどもこれで見てもアマゾンマイクロソフトあるいはまあ中国のアリババ集団といったところがシェアを占めてて日本の企業はここに出てこないと、まあ、こんなことでございますので。えー、特にまあ こで目指すべきはまあ、特定の企業を指定するわけではないんですけども GAFA といったような米国の IT 企業が非常に強い支配力を持っている、まあ、こういう支配力から出品事業者あるいは一般利用者をいかに保護するのかということを考えていくことが重要ではないかと思いますで、まあ、もちろんまあ楽天の送料無料化問題 ありますように我が国の市場において一定の影響力であるプロットフォームの規制をしなくて必要ですけども、えー、私の問題と意識としては、えー、こういう、まあ、あの米国の主要な IT 企業が、えー、革新的なサービスの提供で消費者の、えー、利便の向上これに寄与したことは非常に評価したいと思うんですけども 他方では具体的な市場支配力の乱用とか国際的な税逃れあるいは個人フェイスブックの極端ですけども個人用表情報の悪用あるいはえアマゾンとかウーバーに見られますようにギグワーカーの活用といった形で労働者の使い捨ても成長にあるということは否定できないと思います。と 本法案が立案されたということは非常に貴重なことだということで評価には値すると思いますけれども具体的な中身についてやはり足りないところがあるのではないかということであと7項目ほど申し上げたいと思います。番目目が項目にあります規律対象の明確化とと拡大という ことなんですけども、まあ、この法案の定義だと両面市場を対象にしているということだと解されるんですけどもこの定義では、えー、参考資料の一番最後にアマゾンの直販比率という資料がございますけれどもこれはアマゾン自身がサイトで販売しているものとファーストプレイ パーティービジネスと称してますがそれからマーケットプレイス、えー、他社の、えー、商品を扱うというこの2つに分かれるんですけども、えー、近年、まあ、あのマーケットプレイスでの取り扱いが増えてきておりますけども、えー、アマゾンは基本的には、えー、直販を中心したサービスであったわけですね。ここれはこの法律でいうと両面市場に 当たららららなないいいかかか網の目から漏れれてるんじゃないかという,ふうに考えられますで、EU におきましてはオンラインの仲介サービス事業者、まあ、ここでいうプラットフォーム事業者と並んで検索オンライン検索事業者も規制対象になっているということで、まあ、Google の検索サービスなんかも射程に入れているわけですけども日本はこれが入らないのではないかと考えると 規制対象が非常に狭いんではないかとでその拡大明確化を図っていく必要があるのではないかというふうに考えておりますで、まあ法案では売上総額などから見て大規模なオンラインモールアプリストアを政令で特定デジタルプラットフォームとして指定するということでまあ、報告などについて詳細な規律が規定されてますが この,あの政令がどうなるかっていうことにもよるんですけども、あまりに、えー、大きいところで切ると規制対象が少なくなりすぎるし、逆にあの小さいところまで入れますと、届出などの義務、えー、に加えて、いろんな義務が課せられているので、過剰な負担になるんじゃないか。でえー この法案では内外無差別に適用するとされていますけどもじゃあ売上高ってどうなるんだろうと日本の売上高がアマゾンのように公表されてるものもありますけども把握が困難なものもあるとで EU などは基本的には、えー、EU 向けにサービスを提供している事業者の、えー、全世界での売上高 ということからあの規制を考えておりますので、まあ、こういったことも考えられようかというふうに思うわけです。で、えー、同時に、まあ、どこまで届け出義務が課すかということにも関わるわけですけども小規模な海外の事業者も全て日本向けにサービス提供していればここに届け出義務があるんだ。 というふうに考えるのもいささか非現実的という、まあ、この両面両2つの側面があろうかと思います。で3番目に、えー、具体的な禁止行為、えー、それから罰則の問題ですけども基本的に、えー、共同規制の考え方にとって沿って、えー、取引の透明性公正性の向上を図るということの考え方のようですが。 そのために取引条件などの情報の開示と実質的な手続き、体制の整備それから運営状況のモニタリングというのが規律の3つの柱になっているかと思いますが開示すべき項目は挙げてもそこで何が禁止されているのかということは明確になっておりません。 EU ではそれを具体的にかなり書き込んでおりますので同じ共同規制といってもかなり濃淡があるのではないかそれでいいのかなというのが問題意識ですでまあイノベーションが期待される分野流動的な市場だそれはその通りなんですけどもかといって基本的に禁止しなければいけない行為これは存在すると思うんですね 昨年の公正、えー、取引委員会の報告書においても、まあえー、競合商品の取引拒絶だとかいろんなことが指摘されておりますけれどもこういう問題行為は禁止するんだということを明示していく必要があるんではないか、まあ、事業者の実践に任せるというのはいささか抑止効果の面で、えー、限界があるように思います。まあガーファのようにも市場で、えー もう大きな地位を占めてしまった企業に対してこれが効果があるかというのがいささか疑問に思っております。えー、ということでまあ大手のプラットフォーム事業者がこの法案の規律に従うかそれは罰金という面を見ましても EU などはあの競争法違反に対して グーグルに、まあ、累計で1兆円近くの制裁金を課しているわけですけれども、まあ、これほどの企業規模の企業にとっては、この日本の法案に示されているような罰金というのは、痛くも回復くもないんじゃないかというような気がいたします。で、事実はあの、その次に考えなきゃいけないのは、一般利用者の保護に関する規律の明示と。 いいうことでございまして、まあこれはもうあの細かいところは省かせていただきますけどもマスクの販売だとかいろんなところでいろんな行為が問題視されているわけで、まあ、こういったことを禁止するという面で一般利用者を保護していくっていうことが必要なんじゃないかと思います。で六5番目は先ほども申し上げましたけどもガーファーなど海外の事業者に対する規律。 これ本当に有効に働くんだろうかということですね。で、まああの、プラットフォーム事業者が守るべき指針が第7条で示されて、国,国内管理者の選定も義務づけられているわけですけれども、これ本当に守られるんだろうかという疑問がございます。それれから6番目はは個人情報の保護これはあの あらゆる機会に強調されておりますけれども、プラットフォームというのは、出品者、消費者の個人情報を収集、分析して、商品販売、広告販売に活用するという仕組みでありますので、ここに一つの枠をはめておくと。 いうこととは必要なんだろうと思いますでまあこう申し上げている私もアマゾンなんかは非常に便利なので愛用しているわけですけどもこれ、ねえー、利用規約っていうのはございますね。で利用規約にいろんなこと書かれてるわけですけどもこれにあの承諾しないとそのサービス自体が利用できないという仕組みになっておりますのでこのことを考えていく必要があるんじゃないかと思います。で7番目は、まああの ギグワーカーカなどアマゾンやウーバーですけどもこれ個人事業者とされて何か事故があった時にもウーバーなんかはこれは無視してるって個人の責任だと言ってるようなことがありますからそこを保護していく必要があるんじゃないかで最後はやはりこういったものをトータルで考えていくためには一つの独立したデジタルプラットフォームを対象にした規制機関 をを設立をしてそれから、えー、プラットフォームと事業者あるいは消費者との間の紛争の解決も図っていくというのを一つのアイデアではないかなというふうに私は考えます。ということで、まあ、あの今のデータルプラットフォームの現状というものを考えますと、えー、やはり一定の規制 これは明確化していくことが必要なんじゃないかということを私としては強調させていただいて陳述を終えさせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございました以上で参考人のご意見の陳述は終わりましたこれより参考人に対する質疑を行いますなお質疑及び答弁は着席のままで結構でございます 質疑のある方は順次ご発言願います。はい